売る場合ですね、最も売れやすいものっていうことですね。やっぱり質問もらえますね。売りやすいもの、具体的なやり方とか手順を知りたいという質問も来てますね。まあ、稼げるものは何でしょうかと。まあ、情報発信ですね。あなたの経験、ノウハウ、知識、まあ、お仕事とか趣味とかですね、どんなものでもいいんですけれども、まあ、一定のニーズ、まあ、市場を求める人がいるかどうかのリサーチはもちろん最初に必要で、そのプロセスも僕もコンサルで教えてるんですけれども、まあ、それが分かってあなたの強みがはっきりした段階でですね、売りやすいのはあなたのノウハウですね。で、ターゲットとしては5年前のあなたですね。まだいろいろ問題とか、実現解決してない、夢とか実現してないあなたですね。なので例えば僕だったら40代の前半のですね、独身サラリーマンだったりするんですよね。まあ、5年前はもう独立してたんですけども、例えば僕の場合で言うと、そういう人をターゲットにしてます。で、まあ、海外に出たいっていう人ですよね。で、 LINE で販売する場合、情報発信